さてと、この後どうすっかな。もうちょっと学校にはいるけど、どうすっかな。帰ってもすることねえしな。そうだ、俺屋上とか行ってみよっかな。俺も特に意味はないけど、校舎裏の方にでも行ってみっかな。もう女子はほとんど帰ったけどな。チース。ったく、どいつもこいつもちょこちょこって。そんなに食いたいならてめえで買えやいいじゃねえか。お前それ本気？今日ばっかりは自分でチョコ買えねえだろ。お前だって本当は気になってんだろ、誰かさんのこととかさ。何言ってんだてめえ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。いや、動揺しすぎだろ。俺ナナコちゃんのこと言ったんだけどな。てめえ、そういうあんたはどうなんだよ。俺はチョコもらうあてあるし。嘘じゃねえっつの。結構もらえんだってジュネスのパートさんから。ゼロじゃねえってのが重要なの。ねえ里中さん、天城さん、あなた方今日は随分大きな紙袋を持ってきてましたよね。鬱陶しい要求の仕方だな。ったく、はい、これ私からもあるよ。はい。あの、つかぬことを伺いますが、これ食いもんだよな。バレンタインだからチョコレートだよ。いや、そうじゃなくてだな。胃腸薬忘れたっす。あんたらね、ついでに靴跡もプレゼントしとく？いや、十分です。もらえるだけでもありがたいです。本当、安心して、手作りじゃないよ。あんまり手間かけたくなかったから、ジュネスで安売りしてたの買ってきたの。全員分入ってるから持って帰ってね。ユキコ、あんた世の中には言っちゃいかんこともあろうに。何かまずいこと言った？もしかしてチョコ配ってる？ちょうどよかった。じゃあまずはいつも頑張ってるチエ先輩からね。なんで私？だって今日は好きな人にチョコをあげる日でしょ。お世話になってる人に感謝するにはぴったりの日だもん。この子できる。この気配り、芸能界仕込みね。いやー、まさかリセチーから手渡してチョコをもらえるとは。やっぱ女子力が違うな、一般の女子高生とは。そういえば花村くん、チョコレート嫌いだったよね。え？花村いらないんだって。リセちゃん、あたしらの持ってっていいよ。いやいや、嘘、冗談、チョコレート大好きです。特に天城さんと里中さんのチョコが好き。ください、お願いします。てか、くだせー。プライドないんか。うん、なんだか余計にあげたくなくなったね。あのよ、あいつどうした？あ、直人くん、義理チョコなんて性に合わないって言ってた。っていうか、完全にもらう側だったし。終わったな、俺たちの青春。